買うものか。たわしに10万とは無茶な話だ。ヘドロにまみれた四畳半下宿の流し台を洗うものではない。もういい。たわしのことは諦める。いよいよ私は破門だ。あの師匠がそうやすやすと縁を切るわけがありません。私からも頼んでみます。君と丸になれんなら、さよなら三角、また来て四角、丸バツ三角、いつも四角、とかく言わ四角、四面の五角、六角、七面鳥、丸を探して、丸を探して、丸になれぬの学ぶため、どこにもないかも、あるいはあるかも、君かもしれぬこの鴨川で、丸を探して、丸を探して。師匠の歌を聴きながら、私はふと師匠がどこか遠いところへ行ってしまうような気がした。